側の甲とで浮気を許してもらおうってのは短絡的というか俗物的というか何を言ってるんだただでもらえるんだったら嬉しいに決まってるだろ世界が解ねばかりである新聞で良いのだな政治と受け取っておく故に愚かな行為を取ろうとするそんなことない町を守ろうって気持ちは立派だよ立派ねカイネだって自分の村を守ったじゃないかどうしたした口に砂でも入った死なすぞ
Hurry. という不合理な掟だ。買い物の品目一つ伝えられぬとは、愚かしいにも程があるぞ。まあまあ。お主は平気なのか？気にならないわけじゃないけど、何かその掟にも理由があるんじゃない？僕らにはわからないけどさ。急に物分かりが良くなったな。頭は大丈夫か？今のは褒めるところでしょ。変わったゲームだね。この町の人間は皆変わっておるからな。そんなことないこともないか。ああ、ところで。何？さっきの伝言、忘れてはおらんだろうな。多分。こんにちは。
にちは。こんにちは。こんにちは。リリリリ、エギツトチカエザえ、なあ、たったんだだねえ、うっかいむてえねえ、thank you.
流されたか、さもなくは狼に食われたか。そんな、または男の勘違いということもあり、この施設は使えぬようだ。最近は母さんのこともあまり口に出さなくなりました。お兄ちゃん。なんだ。本を読んでくれる。ああ、後でな。今お客さんが来てるんだ。